レスリー・モーティマー賞レスリー・モーティマー賞は、アメリカ合衆国の実業家、弁護士、政治家。1898年から1902年まで、アイオワ州知事を、1902年から1907年まで、アメリカ合衆国財務長官を務めた。1848年、賞は、バーモント州、モリスタウンで生まれ、1869年に、アイオワ州に移り住んだ。 そして1874年にコーネルカレッジを卒業し、1876年にアイオワ法科大学を卒業した。その後、アイオワ州デニソンで弁護士として独立会業し、家事を売ることで事務費の一部を賄った。1870年代後半のアメリカでは、貨幣の流通額が不足していたことから、昭和1880年に銀行を設立し、 担保付き融資の事業を始めた。1896年、大統領選挙の遊説でデニソンを訪れた、ウィリアム・ブライアンが、銀の自由鋳造を首相する演説を行ったことを受けて、省はこれに対立する緊縮財政を掲げた。省は、経済問題に関する論客として注目され、1897年に、アイオワ州知事に立候補し、当選した。 ーは1902年までアイオワ州知事を務め、財政の分野に関するーの高度な専門知識が広く知られるようになった。1900年にセオドアル・ーズベルト大統領が選挙の遊説でネブラスカ州を訪れた時、ルーズベルトはーと経済政策について談論した。ルーズベルトはーが述べる通貨政策の明快さに感銘を受け、第二次、 ルーズベルト政権発足の数ヶ月後、ルーズベルトは財務長官に賞を指名した。章は1902年から1907年まで財務長官を務め、ルーズベルトの右腕として活躍した。章は財務長官として1900年に導入された金本位制を支持する立場をとり、物価と金利を安定を目指した。そして、全民のライマンゲージの政策路線を継承し、 財務省の資金を投入することで停滞する金融市場の再生を図った。1907年、省は銀行家として活動するために財務長官を辞任し、ニューヨークやフィラデルフィアで事業活動を再開した。1908年の大統領選挙において省は共和党の大統領候補の一人として名前が挙げられたが、省は事業活動に力を注ぎたいという理由により、 ウィリアム・タフトを支持した。その後1913年に第一線を退き、ワシントン DC に居を構えて、著作活動や講演に専念した。そして1932年、章はワシントン DC で死去した。ショーの遺体はアイオワ州デニソンのオークランド墓地に埋葬された。ありがとうございます。